最初絵描いて出すっていう作業やったんが、うん、彫ってから入れるみたいな感覚としては、うんうん、そういう風になっていって、だからあの、まあ、キャンバスとかももう全面楽しんでもらえるように、うん、裏にもちょっとこう自分の絵をその作品をイメージしたこう背景みたいなとかをバーッとこうやったりとか、あとそうですよね、側面とかも、まあ、完成してからその作品のイメージをこう、まあ、すごいもうドローイングみたいなすごい早くやるんですけど、もう何も考えないでダーッとやっていくんですけど、そういった意味でなんかその辺もひょっとしたらちょっとこう立体をずっとやってきたからまた平面が変わったのかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、土日ね、いらっしゃるから、まあ、楽しみながら、はい、お客さんに紹介してください。はい。